フライブルク大学を訪問したラインホルトマイヤーラインホルトマイヤーはドイツの政治家。1957年から1960年まで自由民主党党首。バーデンビュルテンベルク州初代首相。シュトゥットガルト近郊のショルンドルフ出身。父親は建築家で、宗派はプロテスタント。シュトゥットガルトのギムナジウムを卒業後。 グルノーブル大学とチュビンゲン大学で法学を学ぶ。学生時代からリベラル思想の持ち主だった。ラーフェンスブルクでの司法修集を経てハイデルベルク大学で法学博士号を取得。第一次世界大戦に従軍後、1920年に弁護士免許を取得。バイマル共和国時代にはドイツ民主党に所属し、この党は1930年に ドイツ国家党に合流した。1930年からビュルテンベルク州経済大臣を務める。1932年にドイツ帝国議会議員に選出されるが、ナチスが政権を取ると、1933年3月にナチスが提出した全権委任法に賛成票を投じ、その際の演説では国民と祖国の利益のため、 放置の回復を期待して、我々は疑念を抑えて、全権委任法に賛成票を投じると締めくくっている。しかし直後に、この法律を根拠に議席を奪われて、党も解散に追い込まれ、また、ビュルテンベルク州経済大臣の地位も失った。さらにナツスの圧力で、ユダヤ人の血を引く妻との離婚を強いられ、妻と二人の子供はイギリスに亡命した。妻とは、 第二次世界大戦後に再婚している。戦後の1945年に民主人民党結成に参加した。同党は現在 FDP のバーデンビュルテンベルク州支部となっている。また1945年から1952年までアメリカ軍軍西部の指名により米国占領地域であったビュルテンベルクバーデン州首相に就任。1948年に リベラル神道である FDP に合流。1952年に新たに、バーデンビュルテンベルク州が発足すると、同州の首相となった。州議会第一党であった、ドイツキリスト教民主同盟を排除した、ドイツ社会民主党などとの連立政権であった。州首相として、1952年から1953年に、持ち回り順で、 連邦参議院議長を務めた。1953年に短期監修の報酬を兼任した。CD が勝利した1953年のドイツ連邦議会選挙で当選して、州首相を辞任し、1959年まで連邦議会議員を務めた。1957年から1960年まで第三大 FDP 党首を務めた。 1969年にシュトゥットガルト市名誉市民、シュトゥットガルトで死去した。ありがとうございます。